はい、マチュースとホセでございます。日時はですね、2022年、今日は8月の15日でございます。はい、今いるところは東京都羽村市の、羽村動物園の前に来ております。はい、羽村動物園の前にですね、長らく、皆様ね、羽村市民の方、およびですね、動物園に来る方、こちらのですね、歩道橋ね、ご利用になられた、ね、方、大勢いると思うんですけども、この歩道橋がですね、もうじき撤去されてしまいます。はい、8月のですね、中旬ぐらいにですね、撤去する予定なんですけれども、はい、もうすでにですね、先月の7月のですね、25日から、こちらのね、歩道橋利用できなくなっております。はい、撤去するね、準備にも入っております。はい、塗装等をですね、一部落として、おそらくですね、ボルトなどをね、抜く、作業にね、もう入るのではないかなと思われます。はい、足場などもね、含まれておりますよね。はい、おそらくですね、今週中にはですね、この歩道橋、撤去してしまうと思います。はい、撤去した後はですね、どうやら新しいですね、歩道橋は、設置されないみたいです。はい、かなりですね、日中などは、動物園にね、来るお客さんやですね、この近くにですね、小学校があるんですけども、小学校のね、児童さんなどが、結構ですね、利用されていたんですけども、歩道橋はね、新しく設置されないみたいでございます。はい、今現在ね、動物園は、もう時間外でですね、閉鎖されております。はい、この歩道橋にもですね、可愛らしいですね、動物の絵などをね、書いてあったんですけれども、これもですね、もうおそらくですね、今週で見られなくなると思います。はい、ちょっとね、残念な気がします。はい、またですね、新しい進展ございましたら、随時ですね、動画にてアップしたいと思います。はい、現場からは以上でございます。マーチを予約すると、こちらありがとうございました。